カテドラルパークウェイ -110 丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番外線の駅である。セントラルパークの北西にある西110丁目と、フレデリック・ダグラス・ブールバードの交差点に位置し、A 系統が深夜のみ、B 系統が平日の23時まで、C 系統が深夜を除く終日停車する。この駅は1 9 3二年九月十日に開業し、二名四線で、 相対式ホーム構造である。ホーム壁面には、百獣スストリートカトリックピーク後と2行で書かれた駅名表がある。駅名表の字色は暗めの青で周りを黒で囲んでいる。また、ホーム上に等間隔で立っている暗めの青の柱には、ニューヨーク市地下鉄標準の黒字に白の駅名表が掲げられている。駅の南側で、 北高急行線は8番外線の他の3線の元に潜っている。両ホーム南側には階段があり改札外へと通じているほか、改札外はホーム間連絡通路を兼ねており、両ホームは改札内で接続している。また、駅にはアスレエル・ウィンターにより1999年に設置されたアートワークがあり、 マイグレーションズ・バイ・クリストファー・ウィンター・イン・メモリーと呼ばれている。これらは3つの部分に分かれており、南北ホームに一つずつ、終日開いている改札口に一つ設置されている2015年から2019年のマータ・キャピタル・プラにおいてこの駅は、他のニューヨーク市地下鉄の30駅とともに、駅改良工事第1段階の一環として、 駅構造の完全な見直しを受け2018年4月9日から同年9月2日まで改装工事を行っている。改良内容は携帯電話サービスや Wi-Fi、USB 充電所、対話サービス勧告や地図の設置などである。ニューヨークシティトランジットオーソリティは2017年6月1日に72丁目駅、86丁目駅、163丁目。 アムステルダムアベニュー駅と当駅における改良工事の要求を許可、またの取締役会は2017年10月にエコーシリーエンタープライゼス社と11億1000万ドルの契約を結んだ。終日開いている改札口は駅の南端にあり109丁目へ出ることができる。こちらには回転式改札機と切符売り場、通りへの2つの階段がある。また、 南広ホーム北端には110丁目へ出ることができる一部時間帯のみ開いている改札口がある。こちらには2つの回転式改札機と有人改札がある。北広ホームには以前セントラルパークウェストと西111丁目の交差点北側に出る改札口があったが、現在は白いタイルで封鎖されており社員専用スペースとなっている。また、 同地点には閉鎖された階段が残っている。ありがとうございます。